ピノラボがお届けしているフィンテックトピックスですが今回はビッグデーータとフィンテックというテーマでお届けします、まあ、特にデータの活用というのが今後のビジネスを左右するというようなことが言われている中で、まあ、ビッグデータどんなふうに活用が進んでいるのかというところを簡単にご紹介したいと思います。 まずビッグデータの特徴というところで、まあ、巷でよく、あの、4V というようなことが言われますけれども、それをちょっとご紹介したいと思います。まずは、あの、ボリューム、容量ということで、その容量が非常に大きいということです。まあ、既存の一般的な技術で管理できないデータというふうな言われ方もしますけれども、 場合によると数テラバイトから数ペタバイトといったようなデータ量を指すということが多いとそれからバラエティ種類ですね企業の基幹システムで通常扱っているような構造化データに限定されないということでテキストデータであったり音声ビデオログファイル位置情報センサー情報といったと。 さまざまな情報非構造化データというようなものが使われるようになっているとそれからベロシティ頻度とか速度になりますけれども24時間発生する POS データとか決済のデータとか取引データといった非常に変化の激しい市場環境の中で え、リアルタイムにこうしたデータを処理して、それを分析していくということが求められるようになってきています。え、それから、バリュー、価値になりますけれども、え、企業が求める効果を着実に得ていくためには、単なるツールの導入とか、新しいサービス利用ということだけではなくて、まあ戦略的目的に、 価値を実現するるとといったよよううなことが求められるようになりま,すまああのデータを分析する中でも今までにはなかった分析の手法といったようなものも出てきていますしさらには人工知能を使うことによって今まで人間が気がつかなかったような傾向であったり特徴といったものを そこで見つけることができるというようなことも一つの特徴かと思います。またビッグデータを構成するデータまあさまざまなデータ先ほどその種類が増えているというような話をしていますけれどもまあ企業内で管理されている顧客データとかポスデータといった従来からある構造化データに加えて 構造化されてない多種多様なデータが情報通信技術の進化に伴って急激に増えている。さらにそれが分析の対象になっていくということで、ソーシャルメディアであったり、マルチメディアであったり、ウェブサイトであったり、カスタマー、顧客のデータであったり、センサーデータ、オペレーションのデータであったり、ログデータ、オフィスデータ、まあ様々なデータを含めて、まあ ビッグデータというふうに呼んでいるということかと思います。データが増えているというところはいろんな数字を見てもわかるわけですけども、ブロードバンドの契約者数のトラフィックというのが一つの指標として使えるのではないのかなというふうなことで選んできていますけども、 まああのこの20年というようなところで見ても毎年10%以上の伸びが見られるということでよく情報爆発というようなことも言われますけども情報流通量だけでも非常に伸びているということがわかるかと思いますじゃあそのビッグデータ利用のプレイヤー まあどういうところでビッグデータがその使っていけるのかというところでいくつか分析してみましたということでまず一つはそのビッグデータを管理していくということを成りわとしている人たちが出てきていると。データベースをクラウド上で一元化するそこに大量のデータ保存もしくは管理するような企業が出てきていると。 それからビッグデータの分析ということで蓄積したデータを解析する技術それを有効に使うための方法を提示できるというような企業が出てきているとそれからそのビッグデータを解釈するということで分析をもとにどんな選択肢を取ればいいのかというようなことを人工知能を使って提示していくと。 まあそういった企業が出てきているとそれからビッグデータの接点ということでデータを持っている人と使いたい人の間でインターフェースを提供するというようなプレイヤーが出てきていますさまざ、あ、まなあのデバイスを提供しているような人たちもこういったところに含まれるということになります 金融領域でのビッグデータの活用ということになりますけどもまあお客さんの膨大なデータを人工知能で解析してまあ融資業務とか決済業務営業支援といったような様々なあの業務の拡大を狙っていくということがかなり具体的に行われるようになっていますとまあそれまでにあの十分に 活用できなかったデータというのも多いので、このビッグデータによってそうした。今までに使われていなかったデータを分析して新たなビジネスに活かしていこうというようなことが生まれています。ま、例えばあの画像や人の経歴や人の移動や決済の状況。まこういったものをあの。 集めてきてき、えー、現在の信用力それから将来性を判定するとか、えー、企業について言うと取引利益で即日融資とか人物金の流れに応じてコンサルティングを行うこういったあのビジネスチャンスがさまざま出てきているということになります。まあ、一方であのビッグデータを活用していくためにはいくつかの課題というのも見えてきています。 まず規制ということですけれどもデータを使っていくにあたって重要なデータのアクセスを管理していくということでは迅速なレポートというのが必要になってきますしまあそれをどのような人がどういうタイミングでアクセスしたのかということを の観察証を確保するとということさらには法律の規制上どんな形で保存しなければいけないかということに対応していくまあこういったところが必要になります。まあ、それから当然ですけどもセキュリティということまあビッグデータを集めて分析して保存していくということについてはデータが安全に保護されていくと。 で疑わしいい挙動ががあった場合には検知できるととうことが必要になりますまたデータのクオリティ質を担保しなければいけないとさまざまなシステムからデータが取り込まれていくということになるとそれぞれのデータが整合が取れているということが保証されていないケースも出てくるということで 分析をする際にはそういったことを考慮しながら品質を確保していくということも必要になってきています。まああとデータサイドということはよくその大きい金融機関では言われますけども、えー、従業員の PC であったりアプリケーションであったりいろんな業務部門でデータベースを保有してデータをえー集めてくるということ 際にそれぞれの部署であったり個人であったりそのデータソースによってどのようにそれを管理していくのかという点でまガバナンスが必要になってくるということになりますまここからあのビッグデータの事例ということでいくつか紹介していきますけれども 特にアメリカでレンディングビジネスが拡大していったというところを見ると基本的にどの企業もデータの活用というところで独自の工夫をして今までの金融機関が提供できなかったようなモデルを作り上げているということになります。例えば個人の レンンディングビジネスでいうとレンディングクラブというところはまあソーシャルレンディングの代表格というふうに言われますけどもそこで成立した貸し出しのローンを金融機関に売却するとか金融機関と提携するというようなことも始まっています。それから SOFI っていうところは学生向けの学士ローン。 で、えー、独自のアルゴリズムを使って、えー、実績を積み重ねていて最近ではその提供サービスの範囲もあの広げるようになってきています。えー、それから、えー、中小企業向けの貸し出しというところで言うとオンデックっていうところはまあ機動的なファイナンスをサポートするということでまあ金融機関に比べると 非常に柔軟な資金の提供ができるプラットフォームを作り上げているとそれからキャベジというところは中小企業向けの融資審査を10分以内にして判断がすぐに出ますよということを売り物にして成長を遂げてきたということで2020年にはアメリカンエクスプレスに買収されています。 まあこういったフィンテック企業の成長の中にはそのビッグデータの活用というのが背景にあったというふうに考えていただければと思いますまた日本でも今までの金融ビジネスと違ったアプローチというのが少しずつ出始めていますこれはあの建設業の 分野での新しいレンンディングビジネスというふうに言えるかと思いますけどもランドデータバンクというところは、まあ、手元資金を気にせずとも工事を取りたいとかコストの負担を感じずに、まあ、ICT 施工にチャレンジしていきたいといった、まあ、建築業の資金ニーズを解決するということで、まあ、建設現場のデータビッグデータセンサーのデータや位置情報 というのを使って新しい金融プラットフォームを提供しているということで、まあえー、INCJ 小松 SMBC グループといったところが集まって2019年に設立されています、まあ、こういうその、えー、適用分野を限ってそのデータを活用していくということは今後もいろんなところで 広がっていいくのではないかなと考えられますまたこれは運用の事例になりますけれども財産ネットというスタートアップは株価変動情報を蓄積してビッグデータを解析すると金融工学を応用した統計の分析であったり人工知能を使った最適化学習こういったものを組み合わせて財産の管理をもっと簡単に 安全にするということでプロの資産運用の技術を個人に提供するということで新しいサービスを開発しています。まあ特にその一般の投資家が投資対象について理解を簡単にできるような形で非常にユーザーフレンドリーな インターーフェースを開発していいるというととうころが特徴かと思いますまたアルパパカジャパンここはの AI とビッグデータ技術を活用して金融プロダクトを作ったりとかディープラーニングなどの AI を技術に加えてビッグデータ解析や金融向けデータストレージなどの新しい技術に強みを持っているところです。 特にマーケット予測のプラットフォームとしてアルパカフォーカスとアルパカレーダーといったものを使って金融機関や事業会社に予測ソリューションを提供しています、まあ、こういったその人工知能との組み合わせでビッグデータをうまく活用していくというようなところもいろいろ出現しているということになります。 このようにビッグデータについていくつか見てきましたけれどもやはり情報通信技術の発展とともにデータ爆発と呼ばれるような流通データの増大が起こっているとでその活用に注目が集まっています。で金融サービスにおいても取引のデータや顧客のさまざまなデータを使って分析というのが今まであまり 行われていなかったということもあってそうしたデータをフルに活用していくビッグデータを活用していくということで新しいい可能性の挑戦が次々と始ままっていますでビッグデータの活用の優劣が競争を左右されると言われることも多いですけれども分析用の高度化をめぐる課題というのも 多いといとうのも事実で単純な勝利の方程式が確立しているというわけではないということでそれぞれのプレイヤーが工夫をしながらビジネスの拡大そして収益の確保に向けて取り組みを進めているということでご理解いただければと思います。 フィノラボリサーチではこのようにフィンテックトピックスということでフィンテック関連の新しいテーマを選んで解説ビデオを作成しています。YouTube のフィノラボチャンネルにご登録いただいてご覧いただくようお願いします。